い、どうもレイです。大金です。出雲駅伝区間予想&順位予想編。はい、ということでですね、前回に引き続きまして、はい、2024出雲駅伝のね解説動画になるんですけども、この動画ではですね、まあレイリーと大金の 1,2,3 予想お互いに挙げてもらいます。はい、まあ、そして自分が予想したチーム、まあ自分が予想したんだから責任を持って区間決めてくださいということで、まあ、区間予想もね、はい、いきたいと思います。まあ前置きはそれだけでございます。はい、まあ、あの各チーム紹介はね前回の動画でやってるんで見てもらえたらなというふうに思います。はい、まあ早速行きたいんですけども、行きましょう。はい、これどうします？ 3,2,1 お互い言って、でその後に区間予想を下のチームから言っていくか、だからお互いに言っていこう。了解です。シンプルに順予想からいきますか。いきましょうか。はい、3位城西大学行きたいと思います。おー、はい、城西ですか。はい、まあまあまあでも入ってるけどね。まあ入ってる、3位入ってるけど、入ってるけど、ね、はい、駒澤大学です。3位、あれいいの？はい、このシリーズ2年ぐらい始まってあんた1位駒沢しか言ってなかった、はい、まあ母校ですから。あ、まあまあね、違うんですけどね。はい、違うんですけど勘違いされるから。はい、じゃあ次2位いきましょうか。はい、青山学院大学です。いいですか。はい、國學院大学です。おお、好きやな國學院は。大好きなんだよね。まあ、ほんま好きやな國學院な。まあまあまあでも確かに早い選手おるしな。1位、はい、創価大学です。いきます。青山学院大学です。青学、はい、はいはいはい。まあこれはでも世間的には結構もうね下馬評でも、ね、まあ、予想されてる、はい、こっからじゃあそのまず予想したチームの区間予想を、ね、はい、あの責任を持って責任を持って発表してもらいたいというふうに思っております。はい、じゃあまず僕からいきますね。はい、城西大学ですね。1区平林、2区林、はい、3区キムタイ、4区久保出で、5区はちょっと飛ばしで、はい、で6区斉藤選手、この6人でいきたいと思います。これ5区飛ばしっていうのはマジでもう誰が走るか分かんない。あ、そうですね。結構過ぎてる有名な選手いるんですけど、ちょっとそこはもう調子で、まあ逆に言うと僕は本当もう一番調子いい人使ってもらったらもう誰でもいいかなっていうぐらいの。まあそうですね。いや本当にそうですね。うん、特徴としてはまあこの平林選手、こちらにもいるんです。兄弟なんですかね。全然違うんですけど、はい、結構あのでかいし。そうそうそう、城西の平林結構でかい。でかい。そうそうそう。でまあこちらの平林、これかなりねあの強いんですよ。強力でございます。であの2区林選手、これ結構スピードあるタイプの選手でちょうどいいんじゃないかなっていう、うん、林選手。まあここちょっと頑張りたい。と、はい、たら3区キムタイ、ボカーン、ボカーン行くね。でまあ4号で沈むかなっていう予想です僕は。ちょっとここ苦しいかなちょっと。でまあ斉藤翔也選手、はい、この選手はもう27分で持ってるかな、うん、でまあ最後キープして3位。なるほど。3位駒澤、1区伊藤葵選手、2区桑田俊介選手、3区佐藤圭太選手、ちょっと4区と5区は飛ばします。で6区に篠原幸太郎選手。なるほど。4号はもう不明。ちょっと誰が来るか本当にそれも分かんない。まあそうだね、木山選手とか強いのはいますし、ちょ今からさ菅平行ってさ、はい、ちょっと駒澤の練習見てこよう。ちょっと行ってこれ。行ってこようぜ。OB なんですけど。違うんだけどね。見ないと分かんない。見ないと分かんない。ほんと見ないと分かんない。こればっかりは分からない、うん、誰が仕上がってるかとかね。1区伊藤なんや。あのね、正直伊藤選手はどこ行ってもいいと思ってるし、まあ、だけどやっぱり地元じゃないですか。はいはいはい、はい、あるある、そういうのある。うちもあったねんな。三重出身の塩沢を絶対全日本で使うみたいな。ああ、はい、パー、そういうの、そういうので絶対俺の方が早かったのに。まあでも1区今のスルーやから。いや、まあ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 いいよ、まあいいよ。1区凱旋、まあそれはうん、気合入るしね。その気合入るから頑張れるってなりますよ。そうです。まあ桑田選手は今結構来てる選手らしいんでね、まあ2区のスピードコースで十分力発揮できるんじゃないか。駒田結構肩にはめるから。そう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 、2区桑田めっちゃありそうで、3区は佐藤圭太、まあ留学生と勝負できそうで、6区篠原幸太郎選手。まあ正直6区の篠原選手と3区の佐藤圭太選手は個人的にはどっちでもいいかなっていう気持ちはあったんだけど、でもアンカー佐藤圭太はないでしょ。まあないけど、そのなんか振ってこないでしょ。その走ってる姿がさ頭の中に想像できないというか、アンカー奥ならもう篠原か。2,3,6 は俺もこれやと思う。あ、なるほど、ね、2,3,6 絶対これだと思う、うん、まあいい予想だと思いますよ。なかなか強そう。じゃあ次2位いきましょうか。はい、青山学院大学ですね。1区鶴川、2区宇田川、3区黒田、4区野村、5区まあ若林で、若林、はいはい、で6区が太田葵ですね。はい、1区鶴川、これは結構あると思ってる。鶴川選手箱根駅でも走ってない、はい、でまあ出雲駅伝前回走ったけどアンカーでちょっと微妙だったっていうところで、まあ確かにこれだけ強い選手としてね、はい、もう学生トップランナーとして、まあ、認知はされてきてるんですけど、博打を打つ必要はないのかなと。そうですね、単独走のイメージがまだ出てこない。単独走できるかどうかっていうのは分からんでしょ。日本選手権とか関東委員会も展開見ると速いペースにしっかり後ろついていって、はい、最後粘って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 ガンなんだよ。そこの粘って粘って粘ってが単独走だと生かされないんじゃないか、はい、だからもう確実に
1区区間賞を取ります。出雲駅伝で最後曲がってから直線になるやんか。はい、なります。7キロ曲がってラスト1キロ。うん、あっこでガンとね、いける。最後振り絞って、区間賞で飛び込んでくるみたいなね。ぐらいのイメージなんで、一番活かせるところで1区行きたいなと。2区、宇田川選手。これまあちょっと僕の勝手なあれなんですけど、はい、まあこれ調子良くないと意味ないんですけど、まあ、宇田川選手スピードランナーで、1500メートルが速いんで、まあここ使ってもいいんじゃないかなと。まあここ降りたでもいいかなと思ったんですけど、まあ降りたはね、出てこない予想ですね、僕の中では。出てきたらまあ2位か5かなと。はいはい。まあ黒田朝日選手、まあこれアップダウンも強いし、まあおそらくね、ちょっと3区で向かい風が結構強く吹くことがあるんですけど、はい、対応できます。黒田選手対応できます。跳ねる走りじゃないんで、地に足ついた走るタイプなんで、まあ向かい風もね、難なくいくと思います。これかなり速いと思います。まあ、4区野村選手、5区若林選手、まあこの辺はちょっと調子したいかなと。まあなんとも言えないですね。そう、なんとも言えないですけど、まあ走れそうな人ポンポンと置いてみました。で、6区太田選手、まあまあこれはもう信頼と実績で、まあもう太田選手までつなげればどうにでもなるだろうっていう、はい、どうにかなるだろうっていうところで、まあ置いてみました。はい、黒田、太田、このあたりがですね、エボワンを履くかどうかで、まあ成績が変わってくるんじゃないかなと思ってます。まあエボワン履いたら、もしかして優勝するかもしれない。でもそういう面でいくと、創価大学もアディダスだから、まあエボワン履いてくる可能性はあるんだよね。吉田響がエボワン履いて、超絶区間新出す可能性もあるから。あります。アディダスやん、これ1位と2位どっちも。1位、あ、そう、はいはいはい。エボワンで爆速になるっていう、入ってます、実は。それの伏線でアディダス着てるんです、俺。あ、そうなんですね。そう、そうなんです。あ、これね、これね、これはい。全身、これ実はズボンもアディダスなの。ほんとだ、はい、全身アディダス着てこれ動画撮ってるんですけど。回し者がいる。そうそうそう。これは僕の伏線です。じゃあどうぞ。2位、國學院大学ですね。1区、青木選手。2区、上原選手。3区、山本選手。まぁ、あ、ちょっと4、5が難しいです。まぁ、あ、ちょっと、あえてここは1年生の浅野選手。ちょっと5区は飛ばします。6区が平林選手です。なるほど、なるほど。まぁ、あ、ちょっと1、2、3で上級生の実力ある選手をちょっと固めちゃいました。ここの1、2、3が俺が言う、はい、ハマんない時がある選手なんです。そう、まぁ、あ、そうなんですよ。強いけどハマんない時がある選手。そう。これ次第です。でもそれを言うと、アディダスです。はい、アディダスです。はい。だから、山本歩夢選手、エボワン履いてください。はい。エボワン履いたらいけます。エボワンが何足提供されるかだよね。そうだね、何個何足、そうそうそう、在庫あるか。そうそう、アディダスのチームに何足提供するかの足数によって成績が変わってきます、はい、で、1年生ちょっと入れたいなと思ったんです、國學院で。今1年生やっぱ早いのいるんですよ。今年1年生で実力をつけてきてるのが浅野ゆんた選手、茨城県です。茨城県の鹿島学院出身なんですけど、詳しいな。はい、今年13分47秒でも走って、1年生で、はい、1年生で普通に早い。つなぎ区間のどっかでは使われるんじゃないかな、うんうんうん、そうね。なんでちょっと4、5どっちか分かんないけど、で、まあ、ロックはもう安定の平林選手、うん、安心安全平林、はいはい、エボン入ってください、はい、エボン入ってください、どうぞ。匠戦はもうやめてください、はい、それでも匠戦がいいと言うならば俺たちは止めない、止めないし、しかも9 10吐け攻めてちょっとマニアックな話ですけど、マニアックな話なんですけど、その平林選手はね、はい、エボワンっていう最新型のシューズ、アディオスプロっていうね、はい、もっと厚底の超みんなが履いてるね、それやめて匠線っていうね、なんかちょっと中級者向けのちょっと厚さが薄い靴を履いてる、はい、しかも今10が出てるのに1個古い9を履くっていう、そう、その意図を聞きたいよね。そう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 、なんでそんなお前なんか微妙なシューズ履いてんのっていうねなんかもっとええやつ履けよと。平林が大阪マラソンで履いてた、うん、あのシューズ、箱根駅伝でも履いてた匠線9、うん、スポーツショップで新品で1万1000円とか売ってるもうもうあの在庫処分されてるシューズだよ、あれ、うん、在庫処分シューズ走ってんのあいつ、うん、ずっとそれがマジで謎なんだよね。優勝目指してほしいんですけどね、ハマりきってないっていうところもあるんですけど、うん、やっぱり、ね、イエス、はい、お互いの1位いきましょうか。いきましょう。僕はですね、創価大学いきましょう。1区小池、2区黒木、3区吉田響、4区吉田亮選手、はい、で5区石丸選手、6区がスティブ・ムチーニ選手で、まあ、行きたいと思います、ね、これね、俺ミソでアンカームチーニ選手置こうと思ってるんですよ、うん、俺置かなかった場合優勝予想変えます。ほう、それぐらいの気持ちです。ムチーニアンカー、なんかね、もう俺個人留学生できればアンカーに置かないと俺優勝ないと思ってます。ないね、基本東京国際が優勝した時、ああヴィンセントがね、ヴィンセントアンカーだったでしょ、はい、まあ正直ヴィンセント使わなくても勝てたんじゃねぐらいのヴィンセントのとこにそもそも先頭で来るっていうね、そう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 、状況になったんですけど、あれってたまたまじゃなくて、俺結構いろんな動画でも言ってるんですよ、ヴィンセントがいるという安心、絶対的なエースだね、この安心が構想を生むんじゃないかっていう、はいはいはい、うん、例えばですけど、これがじゃあアンカーに強い選手がいないチーム、3区4区5区でそのアンカーにムチーニ選手がいるチームと競るじゃないですか、はい、この時に向かい風がバンバン吹いてる出雲駅伝のコースで、はい、後ろにつけへんのよ、前に出て逃げるしかないのよ。でも創価大学の選手は、もうムチーニまで行ったら勝てるから出なくていい、ずっと壁にできるんです。そうそう、でも逆に言うと負けるチームはやばいやばいっつってどん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 前に出て、あの前半突っ込んで逃げないといけない、だから勝負に絶対に勝たないといけないっていうね、うん、ここの心理的な不安、結構心理的なビハインドがでかくなって、まあこれが積み重なっていって、あの負けに繋がるんじゃない
ないかなと思ってるんですよね。先頭を走る人って、その自分のペースでいけるから、落ちることなくそのまま自分ペースでいけるっていうけど、なんか微妙な差の1位だったら、後ろからムチに来るってなったら、もう心の余裕はもうないよね。そうなんで。実質勝っとるのに負けとるみたいな、ね。そうそうそう。だからそれがあるからこそ、俺はもうアンカーはもう最強の選手を置きたい。はい、これは出雲駅伝においては、俺はもう勝ちの鉄則だと思ってるんですね。うん、で、まあムチに選手置きます。吉田響選手が、まあアップダウンも強いし、何でも走れるんで、まあ3区ね。いけるね。まあ、いけるんだよ。だからもうこの36がかなり強いんじゃないかなと思ってて、でしかも去年2位ですから、だからもう走れるんですよ。去年2位なんて走れるんですよ。だからまあそういう選手たちを置いて、うん、去年2位の選手をほとんど置いてます。ちょっと区間配置変えてるだけです、これ。まあ実力がね変わったりしてるからね、うん、そうね。まあこの1区小池力選手が結構ね、あの人の後ろにつかずにゴンゴン前出るんですよ。だからここで3位でもいいんだよね。区間3位でいいから、こう荒らしてほしいなと。荒らして崩してほしいんだよ。ああ、なるほど。そうそう、崩して、うん、すごい微妙な大学とか1区置きに来てる大学を潰してほしいの。2区、まあここ2区はちょっと誰か分かんないけど、まあ黒木選手、これあの結構 3000m 障害でも速い選手で、2区って結構ちょっとこうあります、ね、アップダウンあったりして、タフなコースでこれは使っても面白いんじゃないかなっていう、うん、これは正直誰か分かんないです。吉田響選手まで持っていく。吉田亮選手、これ石丸選手、これかなり安定感ある選手で、うんうん、まあまあどの駅伝でも大体走れるんで、ちゃんとまあここ2人安定しておけば絶対勝てるっていう算段です。なるほど。はい、まあエボワン2足は欲しいですね。欲しいですね。2個は欲しい、うん、吉田響は持ってるんですよ実は。あ、持ってる。吉田響が履いてたから。どこで？え、なんかね、ハーフマラソンって履いてたんだよ。あ、そう。そうそう、単独で61分台で走ってた。あ、いや、そうなんだよ。だから吉田響かけるエボワン最強です。最強です。はい、なんで、まあ、吉田とムチーニ、うん、まあ最低でもこの2人はエボワン行ってほしいです、ね、ムチーニはエボワンいらんから。もういらん。他の選手でいい。そうね、ムチーニ別にエボワン履かなくても早いもん、ね、うん、早い。じゃあ私、はい、青山学院1区鶴川、2区織田選手、3区黒田朝日選手、4区鳥居選手、5区野村選手で、アンカーが太田葵選手です。なんか俺と似てね。嘘。ね、まあ、俺と似てね。136似て、一緒だよ。一緒。でもさ、もうイメージができちゃった、ね。ああ、そうだよね。まあそれしかねえよな。正直まあ強そうやもん。安定感、安定というか、速い選手をもうボンボン入れただけです。そうだね。じゃあ入れただけなんだけども、まあね。折田選手がね、2区、まあそうだね、入れてない今回。折田だってなんかそんな出てきてなくない？まあそうだね。うん、ちょっとわからん。折田どうなのかなっていう。無理に使わなくてもいいかなっていう。原監督はでもそれでも使いそうだなと笑おう。ああ、まあ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 ね、わかるわかる。好きそう。注目ルーキーじゃないですか。そうね、これを使わないとっていうその体裁があるんじゃないかと思いまして、まあ俺ここ勝負の分かれ目だと思うよ。使って微妙なタイプもあるから、うん、あとはまあ前回経験者の野村選手って1個走ってますし、うん、あとは結構スピードが速かった鳥居選手とか、うん、うまくそこまで繋いでば太田選手安定感ありますんで。黒田朝日選手は去年の出雲含め、うん、今年の箱根含め、はい、ほぼ佐藤圭太なんでね。そうだね、うん、佐藤圭太と相殺できますから。そう、佐藤圭太のこのボカン圧倒的な存在感を潰せるんで。そうです。黒田イコール佐藤ぐらいで思ってもらっていいぐらいこの人強いんでね。マジ駅伝になると結構佐藤キラーなとこある。そうなん、そうなんだよね。トラックじゃ多分佐藤圭太は絶対早いんだけど、まあうん、ロードの駅伝になるとね、ほぼほぼ佐藤圭太と変わんないんで、うん、あでもそう考えるとさ、ロック太田多いやん。だから佐藤圭太2人いるみたいなもんだよ。だからもうね、3と6強いんだよ。そう考えると強いな。まあこんなところがね、2人のね予想でした、はい。まあやっぱりね、まあ最終的に、今回の出雲駅伝、うん、まあ、勝負の鍵、まあ、最終的な、まあ、ここがポイントだっていうのはですね、アディダスチームがどれだけエボワンが提供されてるか。もうこれだと思うよ、それ。マジで。青学6人エボワンできたら俺多分勝てへんと思う。青学1位やと思う。ああ、もう1位だよ、それは。そうそうそう、エボワンの履いてるシューズの数で、もらえる数で、チームの、実績勝てるんじゃないかなと思います。はい。僕もそう、それはちょっと思いますよ。本当にそうだと思いますね。うん、はい。じゃあそこ注目してもらってね、当日も見てもらえればなっていうふうに思っております。思いますね。はい。多分サムネイルに書いてるよ。勝負の鍵は〇〇って。エボワンです、これ。エボワンです、はい。正解はエボワンでした。はい。じゃあ、こんなところでね、はい、今回の出雲駅伝のね、予想考察終わりと思います、はい。当日、10月14日、今年もですね、デイリーチャンネルの方でライブ配信やります。はい。ちょっと何人でやるか、どんなメンツでやるかはね、決まってはないんですけど、まあ最低でも僕はいますんで、僕いなかったら意味ないですよ。意味ないですね。はい、デイリーチャンネルなんで。誰回すんすか。本当にね、はい、裏解説ライブってことでね、テレビでは放送できないようなね、インパクトのある解説でね、はい、大会盛り上げていこうというふうに思うので、ぜひともね、まあテレビと一緒に裏解説みたいな感じでね、はい、YouTube の音声マックスにしてね、駅伝楽しんでいけたらなというふうに思います。じゃあ当日までね、選手の皆さんちょっと体調とね、怪我に気をつけて、頑張ってください。頑張ってください。応援します。ありがとうございました。ありがとうございました。